岩手県市和郡の範囲市和郡は岩手県の郡。人口6万11人、面積 306.3km 平方メートル、人口密度196人、軽平方メートル。以下の2町を含む。森岡都市圏の南部に位置し、人口は増加傾向にある。明治11年に行政区画として発足した当時の郡域は上記2町に、 森岡市の一部を加えた区域にあたる。鎌倉時代足利谷氏が芝軍を所領としたという。広告2年、略王4年道の区の南朝南部氏などが岩手、芝二軍を平らげ、火災市等と連合して国府を攻めようとした。芝家県が欧州に入部し4官僚並立を制すると、同族の高水寺芝氏が南朝側、河村氏を次第に圧迫し、応援3年。 川村秀樹はその参加に下ったという。16世紀半ばに、高水寺芝氏は、流星を極めるが、後に、南部氏の圧力により逼迫を余儀なくされた。天正年間に、高水寺芝氏の芝千時家が、北上川遊覧の折、川底の赤石に火が差し、紫色に輝く川並を随調として、今日よりは、芝と名付けんこの川の石に打つ、波紫に似てと読み、 古代以来、芝郡と書いていたものを、芝軍に改めたという。また、元来の名は、しがり分け神社から、芝と書かれた、という説がある。奥六郡最北となる、岩手郡の県軍以前に、芝城が置かれ、後にこの地が、岩手郡となったように、岩手郡も元は、芝郡である。芝市の急居城であった高水寺城は、天正19年に、郡山城と改称され、 ほぼ同じ頃に、軍名も改められた。江戸初期において、東軍全域が森岡藩の米国供給地とされたため、北上川西岸の神殿開発が盛んに行われた。八の平藩分立によって、関文5年度立村、稲、藤村、片寄村、平沢村の一部の4、村が、飛び地領として編成され、同藩市は通りに属し、単に、市はとも書かれていた。 幕末時点では、道の区国に所属した、旧高級領取調べ帳に記載されている、明治初年時点の支配は、以下の通り。1、日詰町に、古立村3、徳田村4、三前村5、飯岡村6、煙山村7、不動村8、水分村9、島村10、赤石村11、 彦コ村12、スケヒナ村13、赤沢村14、長岡村15、乙部村自治体の変遷突起なき場合、岩手軍師による、突起なき場合、市は軍師による。ありがとうございます。